まあ、題材はもう福島に取った素材を構成したいなっていうのがもともとあって、 3.11 の前に撮った写真と撮った後の写真を、これはなんかビフォーアフターですとかそういうのではなくて、時間列をわざとぐちゃぐちゃに置くことによって、この何まるで何もなかったかのように自然は美しく、人々はたくましく生きてるんだということを写真で表現することによって、人とのコミュニティの結びつき、ここは自分で生まれたんだ、ここの土地で育ったんだっていうアイデンティティ、そういうのってすごく大切で人を突き動かしているところなんですけれども、その大切なことでが写真では見ることができないんだよっていうことを、まあ、今回の展覧会では伝えようと思います。使い方、福島だけじゃないんですよね、本当は。結局は宮城県の南部の方、南の方、私が住んでる角田市とか丸森町とか、そっちの福島の子供たちにうまく使われるような活動をしているところに寄付したいなと思ってます。と、来年パリでこのオルチネット展をやろうと思ってるんですけれど、顔の見えるサポーターが東北を応援してるんだよっていうのを、展示だったり、まあ、印刷物だったり、まあ、ちょっとそこまではまだまだプロジェクトに、ね、できるとないんですけども、うん、来てくれた人のポートレートを撮らせてもらいたいなと考えています。